その小さな折り鶴を折ることによって願いを一生懸命込めたいと、いい加減な折り鶴って一枚もない、それぐらい念を込めたと。貞子はですね、私の2つ下の妹です。今でいう広島市の西区楠木町、そこで被爆したんですね。1955年の2月21日に白血病ということで入院を日赤病院にしたんですね。父がこの折り鶴を千羽折れば願いが叶うんだよ、そういう言い伝えが昔からあるということを貞子に教えたんです。でそれから貞子が信じ込んで、8月中に一生懸命折ってですね、そこからだん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 折り鶴が小さくなっていくんですね。それは自分の具合が悪くなると同時に願いを一生懸命込めたいという意味が、折り鶴が小さくなると難しいじゃないですか。今回ですね、 3D スキャン、デジタルの技術と従来の鋳造の技術、アナログの技術を融合させて紙でできた折り鶴をステンレス製金属の折り鶴に蘇らせるという、紙であればやはり劣化もしますし保存もすごく難しいんですけれども、キャステムの技術で本当に紙の質感だとか、貞子さんが折られた折り目だとかをですね、もう完全に再現するつもりでおります。手に取ってご確認お願いいたします。ありがとうございます。まあ最後の折り鶴はこんなにね成功に、感無量ですね。本当に世界の貞子の折り鶴を必要とするところに本当に遠慮なく送られるという、いろいろ送り先はたくさん出てきます。でどこに送れば平和の発信ができるのか、そんな小さな平和の心のつながりをどう構築していくか、これを話し合いながら構築していきたいなというふうに思っています。